<laughs> 来ちゃったね、じゃないんすよ。<laughs> 何その呼ばれた感じ出して。<laughs> いやいやいや,いやあなた、あなたからの今日はあだ、ね、いやいや、だから、あれですよ。その、仕事と仕事の合間の、まあなんか休憩みたいなもんだね。<laughs> 休憩って言うてもうてるやん、完全に。違うんですよ。あ、ここ違うの違う休憩中じゃないの違うんですよ。みんなちゃんと音、ね、音のね。あ、音の通りから。いや、音よ。俺はんだけど。今日もセッタで来て。<laughs> 来たよ。<laughs> いや、だって俺の記憶が正しければ、最初来た時は革靴履いてましたからね。アホだっけはい。ちゃんと。履いてたっけ履いてましたよ。ま、あや、あの時は、あの、内藤さんいたから。内藤さんって言うな。うちのチーフの名前を出すな、みんなわからへんから。そうですよ。そうよ。今頃夏休みやってますよ。やってるよ。聞いてるかもしれんわ。そうですよ。なんで。なかなか、なかなかそのマネージャーの名前出すっていうのもね、うちではそんなしあってないことやねんから。いや、だから本当に、僕がね、 いや、さ、来てくださるのありがたいです。ありがたいですけど、う言っときたいのは、あの、好きな時に来ていいっていう場所ではないっていう。あ、そう、そうなのね。そうっすいや、それ1回目に言ってもらわないと。いや、言った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 。絶対に言ってるはず。そうかなないし、2回目。2回目あったっけいや、絶対言ってます。あ、言ったっけ来週また行くわの時に絶対言ってますよ、俺は。言ってますし、その、もう1個ね。 被害で言うと <laughs>、被害の話 <laughs> あなたがね、<laughs> うん、その何遍もバンバン来ることによって、うん、もう一人うちには先輩、中村智也さんいるでしょ、うん、ああ、いるね、智也さんね,ね。ああいう中村智也さん、通り、うん、君僕っていうこの三兄弟がね、あ,あるね。トップコートの男三兄弟なんですけど、<laughs> あるね。智也さんが、うん、なんであんな通り行ってんのに俺行かれへんねや、みたいな。<laughs> <laughs> 圧がね、<laughs> 俺のところにも来てるんですよ。ああ、それかける圧間違ってるよね。<laughs> ここに直接かけりゃいい,いう <laughs> 違うんだよな。違うんだよな。もうほら。全部違うんだよな。<laughs> そう,じゃないのうもう全部違う。全部違うだってもう感覚としてはね、あ,あの、うん、ちょっと言って、あ、ちょっとその休憩所行きたいんで行っていいですかみたいな <laughs> 休憩所言うな。<laughs> いやいや、そんなね、前のめりな通り君もあんまり、 僕は見たことなかったんで嬉しいですけど。ほんとはいはい。いやいや、嬉しいですよ。3回もね、<laughs> 読んでいただいて。違うよ、読んだんじゃない。3回のうち、うち2回は <laughs>、読んでない。<laughs> <laughs> 俺ほんとに、こんなことないですよ。そんでね、はい、トーリくんがぶち上げたコーナー。ああ、ご存知ですか須田際でしょそうです。いや、俺がいない間何回か聞いたよ。あ、本当ですかいや、もうひどいね。<laughs> ひどくないでしょ。ひどい,ひどい必,死必死に、必死に。いや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 夜中が大声でやってますよ。いや、もうもうもう、さすが、さすがリスナーさんだな、みたいな。<laughs> はいはい。もう、無法地帯になりつつあるよね。いや、なってますよ、完全に。完全に、ね。そうなんですよ。まあまあ、でも、そんな話はね。うん。あの、後でしますし、本当に、ちょっとでも、ワードを出すと。うん。あなたは本当に。いやいやだって今日はもう、それはもう、<laughs> 私はもう、万宣できてますいやーいいですね。 そうですよ。いいですね。言わないから。カードゲームアプリの話じゃないですね。ゼルリンクスの話はほんとセーブしてくれて。知ないよ。だってもうほんとにこの間、もう黒霧島のイベントで。<laughs> <laughs> <laughs> 何ですか黒霧島って。 のね、あの、イベントを。プ霧島と遊戯王は全然繋がんないしょ全然繋がんないですよ。黒霧島のイベントがありまして、この間。はい。で、それで、まあ、その、まあ、トークみたいな感じで出させてもらったんですよ。はい。イベントでね。イベントでね。イメージキャラクターを。そうなんですよ。で、それで、まあ、出る前に、その MC の方と打ち合わせをするわけですよ。はい。どうやうよ、トーク展開にしましょうか、みたいな。はい。で、まあ、その MC さんともまあ、仲がいいから、こう、フランクな感じでずっとこう、打ち合わせをしてたら、 ま、あ多分その MC の方が、あのー、ま、あ多分ネットのニュースかなんかで仕入れた情報なんだろうね。トリとりさー、あ、<laughs> あのー、趣味何みたいな。はい,はいはい。で、俺はまあ内心、うん、どうしよっかなーって思いながらも。<laughs> ああ、あれのことかなー、みたいな。<laughs> <laughs> <laughs> どうしよっかなーって。ただ今はねおん、その時はオンのトーオンの、オンだから。おんの、これから,から、ね、そうそうそう。これからイベントに出るわけだから。<laughs> で、それで、まあ、あのー、ちょっと違う趣味のことを言ったわけですよ。はいはい。で、まあ、こういう趣味です、みたいな。うん、あまあじゃあそれで、でもさ、なんか、遊戯王 <laughs> っていうのをやってんのみたいな。ああ、あれは、あのー、あれなんです、あのー、ちょっと ラジオでしか言わないようにしてるんですよね。<laughs> な,るなるほど、なるほど。いや、わかる人っていうのはもしかしたら少ないと思うんで。はいはい、はいはい、まあ、空気ってありますね。空気っていうのがあるからね。だから、まあ、その時は MC さんは、ああ、そっかそっか、じゃあ、そっちの趣味の話にしようか、みたいな。流れになって、いざ、本番。はい、イベント始まりました。はい。はいはい、で、まあ、トークのない、順番的に、あ、趣味の話来ました。はい。趣味話します。はい。嫌な予感すんな、<ー><う>で、まあ、その、打ち合わせで話した趣味を言って、 った後に、はい、その MC さんが、ああ、そうなんですね。でも、もう一個あるんですかね。<laughs> おおあれうん。あれ打ち合わせうん。おやおやと思いながら <laughs>、うん。いや、もう一個、ああ、いや、いや、まあ僕はもうその、それですけどね、趣味はね。って言ったら、なんかその MC さんが、なんかどうやらあの、遊戯を。<laughs> <laughs> <laughs> ほら、もう被害出てんねんって。出てる、うわーっと思って、もうそのイベントにはもうマスコミの方がいっぱいいらっしゃって。<laughs> だって黒霧島の激渋な。激渋よ。<laughs> <laughs> 激渋なイベントでもう関係者のね、黒霧島の方もいらっしゃいます。そうですよ。 で、そこのイベントには、もうお酒を飲みながらトークを聞きましょうって一般のお客さんの方もいらっしゃるわけですよ。非常に上品なです上品な。なかね、だから、黒霧島を好きな、ちょっと年配の方がたくさんいらっしゃるわけですよ。そんな中で、そ,ねそ,ね、その MC さんがぶっこんできたから、だからもうなんか、いや、あの、<laughs> そうですね、あの、まあ、あの、遊戯王っていうカードゲームがありましてみたいなっていうことを、ものすごい年齢層高い人たちの前で話さなきゃいけなくて、<laughs> ねね、<laughs> で、もちょっとこれはまずいぞっていう空気を俺は感じたんで、<laughs> 早々にこの話題を終わらせようと。伝わ,伝わらない伝わらない。何にも盛り上がらない。ねね、何やってんだ、この人。て <laughs> かんまあ、黒霧島やからね。黒霧だからって思いながら、<laughs> ね、ずっと俺はもう、早く早く展開しようと思って、<laughs> はいはい あ,あの、まあ、あるんですけど、まあ、でも、こ、こ、これは、あの、僕の、本当に、あの、多分ん今この場にいる方たちは、もしかしたら分からない人が多いかもしれないんで、はい、もう次、ね、行って、もうねあ、もうしましょうかね、ねみたいなっていうことをばーっとなんとなく流して、で、まあ、ま、で、終わったわけですよ。で、はい、ま、マスコミの方もいらっしゃったんで、まあ、その、ネットのニュースに上がるじゃないですか。はいはいはい。その日のね。その日のね。うん、で、パってそのネットのニュースを見たら、 あの、書いてあったのが、松坂通り、遊戯王の話、尻つぼみって書いてあおいおい,いよ,よかったんだな、話して。<laughs> じゃあ、っていうね。<laughs> 話したるかも、ね、<laughs> <笑><笑> すごいなあいや、でも、そりゃそうなりますよ。いや、そうよ。もう、ほんとに。はい。みんなやっぱ意外やったし。いや、もうね。だから、この話をね。多分、こう、聞いて、耳を傾けてくれる人なんて、多分、このラジオ聞いてる人ぐらい。まあね。はい。そうですね。確かに。いや、ちゃんと、まあ、そんな話も後に。あ、後にちゃんとコーナーもありますから。ちょっと、ほんと。今日はね、先に、先に、ちゃんと、ちょっと、 お知らせ関係済ませておきましょう。おー、なるほど。いい作戦だね。もう、何歳ですか、今。29です。でしょ僕も25なんで、いい大人なんですから。おいね。ちゃんとね。お互いね。そうですよ。きっとだって、ね、今日番宣する番組のスタッフさんも、ね。聞いてたり。それかもしれないです。よしょただ、今日は偉いもんで、前回番宣の時はスタッフさんいましたけど、今日はいないなってのは俺今日思ったんですけど。あー、あの、独断です。ね。とはいえ、でも独断だからこそ、 あ、こそね。ちゃんとやっぱ。そうよ。はい。いや、もちろん、毎回俺そのつもりに来てから。そつけ何今更らなこと言ってんのよつけいそいそんな茶番はいいんですよ、何ですか映画。はいはいはい。心の血は、心の血っていう。公開中ということで。いや、見ました僕。あ、本当に。ありがとう。なんか、ハードボイルドで。もうね。ポあの、ま、ここにありますけど。あ、パンフレット。パンフレットとかもね。うん。いいですね。こう、タバコの煙とライターみたいなとこから始まり。 男の話ですよ。いや、めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。男の生き様ですよ。ま、あ役所広司さんね。ね、はいはい、もう、大神っていう男でね。いやー。いやかっこいいね。何なんでしょうね。本当に。もうあの、顔というか。うん,うんうんうん。なんかね、シワというか。 いや、あのさ、俺思ったんだけど、シワって俺ら無理だよね。いや、さ、やっぱ今はね。うん。やっぱりあれはもう経験とか、まあセンスもあるだろうし、技術もあると思うけど、やっぱもう作品の積み重ねとかっていうの結構な影響あるよね。なんかね、こう、いろんなことをくぐり抜けくきたやなっていうシワですよね。あれはすごいよ。本当にに。叶わん。ね。何もしてなくてもなんかかっこいい。 い,い,ね、いや、結構刺激的やったんちゃいます現場。いやー、ほんと面白かったね。うん。しかも、役所さんとマンツーだったからさ、僕はさ、だからもう、幸せでしかなかったよ。いやー、あれ、ね、や、羨ましいっすね。だから最後にさ、この映画でも出てくるライターもらったんだけど。えマジっすかそうなのよ。ええー、もらっちゃったのよ。ええー、それはもう嬉しかったよ。うわ、いいですね。 できるじゃないですか。そうだろいや、もちろん、だからそのつもりだっつってんのよ、だから。できるじゃないですか。そうよ。で、ちゃんと今日はリスナーもね、やる気あります。映画についてのね。おう。お名前やてます。おうよ。読みます。千葉県ラジオネーム、えみみみうん。キング、お久しぶりです。ああ、お久しぶりです。キングって呼ばれてるっすね。もう捨てすごいっすね。ね。えキングが出演されていた映画、不能犯と、少年を見に行ったんですかおー、すごい。ありがとうございます。 どの場面に、ブルーアイズホワイトドラゴンが出ていたのか全然わかりませんでした。なるほどね。<laughs> 終わからなかった今週末、コロウの地を見に行くんですが、コロウの地にはブルーアイズホワイトドラゴンは出てきますか <laughs> なるほどね。<laughs> あのね。<laughs> まあ、そうね、出てくるね。<laughs> ダメですよ。本当に出てきますよ本当そう言われると、コロウの血がすごいカード名に見えてくるから。<laughs> <laughs> もしかしたら、狼じゃなくてドな、ね、<laughs> ドラゴンかもしれない。本当に。本当に。ドラゴンかもしれない。いや、本当に。せっかく言いながらやったのに。いや、もうね、遊戯王のね、リンクス、最近すごいですから。 まあ俺、無課金でやってるけど。知らないですよ。なんでしたっけラジオネーム。え、無課金の頂きを目指すもの <laughs> いや、まあ、前、先週言ったんですけど、<ん>ラジオネームって、<ん>こう、素性をね、隠すためにじゃないけど、仮の名前でやるわけじゃないですか。ああ、そうね。みんな松坂通りって分かってるのに、<laughs> 無課金の頂きを目指すものじゃないですよ。あの BGM 良かったでしょいやいや、良かったよ。<laughs> さすがでしたけど、そこは。神の怒り。何がさすがなのかよくわからんけど。そうそうそう。あれはいい BGM ですよ。神の怒り。別名。ああ、これですよ。別名、あの、私は嫁の怒りとも言ってるんですけど。ほう。ん嫁の嫁の怒り。どういうことですかまあこれはね、俺がね、学生の時に、あ、本当まだカードゲームめっちゃやってる時に、遊戯をね、あの、まあアニメもやってますよ。はい。 で、この BGM 流れる時っていうのってアニメで、はい、あの本当絶望的な瞬間が訪れた時なのよもう負けるみたいな負けるやばいピンチ<ー>どうすることもできないみたいな <laughs> 目の前に神がいるみたいな <laughs> っていう時に流れる BGM なのよでなんで俺が読の怒りだなって思ったのかっていうと、はい、あのー、うちの親父がさ、はい、あーのーうちのおふくろがあーのーこれ絶対買っといてねって言ったやつを、うんうん あの買ってこずに帰ってきたわけよ家にああお使い的なの頼んだらお使い的な頼んだらああ、えー、それでパッて帰ってきた瞬間にお袋がうちの多分買ってきたものを持ってなかったんだろうね、うん、パッて見た瞬間に「えな何か忘れてない?」みたいなああ,あ,あうで親父が、はあ「ああ」って言った瞬間に俺の中でこの B ちゃがいかって <laughs> あかんぞと。何の話してんの。マジで。やばいぞと。いやいや。ちょっと、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 あれ。ちょっと、ちっと、モンスターではない。ちょっと待って。カミ一人がちょっと、いや、神ミじゃないです。ちょっと待って、何。全然おもんないじゃないですか。何その話。何その話。ちょっと待って。全然おもんないじゃないですか。俺が、俺が、焼酎の時。二尺使って。 何なんですか長々と。俺、小中の時に、勝手に脳内再生されて。いや、知りませんよ。ちの、親父がピンチになった時に。この曲が流れた。流れたでもね、どうやらね、ネットでもね、なんかそういう風にね、言われてるっぽいいや、それはわかりますよ、別に。そこは疑ってないです、別に。のそこは全然疑ってないですけど。わざわざ、万宣の話してて、大事な話かと思ったらね、 もしか大爆笑かと思ったら。<laughs> <laughs> 何の話いやめ今ね、ポッて出てきちゃったんだね。おい、もうこいつおもんないぞ <laughs> おい別に面白いことを言うためじゃ、私はちょっと、あれです。だから番宣をしに来たわけですから。あ、そうです。そうですよ。そうですあと、ほら、もう一個ちゃんとあるじゃないですか。うんうんうん。何あ6月末から。え、ね、舞台ですよ。はい。 マクガーントリロジーっていうね。主演で。主演でやらせていただきますよ。そうです小川さんでね。小川恵リコさんですよ。前回やったもんね。はい。僕が、あの、去年やらせていただいた。うん。舞台の時と同じ演出家の方。そうなんだよね。小川エリさんがそう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 。ねえ、やっぱもういいですよ。あえ、稽古まもう、えっと、始まったばっかりって。始まったばっかり。そう。どんな、どんなこう舞台というか。ま、ざっくり言うと。はい。これ海外の戯曲とか海外の戯曲なんだけど、あの、ま、俺の役は、 人殺しと言いますか。お<ら>殺人鬼というか。おらおらちょっとそういう役で。うんうん、まあ今回その殺人鬼の人たちと、まあ本当出てる人たちは少ないんだけど、うん、その人たちはどう絡んでどういう結末を迎えるかっていう。ほう。 あでもなんか楽しみっすね結構ね、ちょっとこう、緊張感が漂うような舞台になるんじゃないかなぁ<ー>とは思ってるね。お小川さん合いそうっすね、またね。そうなのよ。またね、言葉の掛け合いのね、はい、なんかこの緊張感というか遊びというか、っていうのもあったりとかして、なんかこう、緊張だけじゃなくて、ちょっと面白いところとか、はい、っていうのも多分あったりとかすると思うから。ほんとそうやって喋ってると、ちゃんと通りくんやんねんけどなぁ。<laughs> いや、そうでしょ。だから、万全<ー>よ。はい ばっちり番宣言だ。どうだろあ、松坂さん。はい。メール来ました。うん。何 <laughs> 岡山県ラジオネーム天秤坊主。うん。松坂さんに質問です。はい。最近、辛羅デッキが多くて困っています。うん、あはあ。何か対策はありますかあー、なるほどね。あと、うん、セレクションボックスはジェムの無駄になりませんか、うんうん あー、俺ね、買ってない。<laughs> ちょっと、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。買ってない。わ <laughs> からへんわからへん。ん <laughs> 使ってない。もったいないもん、あれ。何ですかんちょっと、四つ、三つほどわかんない、ワードが。うんうん,うんうん。ん羅デッキ。あー、神羅デッキね。セレクションボックス、うん、ジェム。うん。うん。あの、まあまず、えっ、ー、と、じゃあ最初に出てきた神羅デッキから説明しますと。これ何の話ですか、これ。あー、あの、これ、リンクスの話ですね。<laughs> <laughs> リンクスな話すんな。<laughs> まあこのね。なんすかうん。死デッキっていうのは、まあ要は植物族モンスターの、まあなんか、あれよ。俺は使ってないけど、すっごい今環境で流行ってんのよ。<laughs> 神羅万象の神羅うん、そうそうそう、漢字で書くとね。なんか、 リバースモンスター。要は、裏返しになって、表になると効果を発動するモンスターとかもいて,もてはい、はい。ちょっとわかんのが腹立つな。そう。はい、そうすると、はいはい、まあなんか自分のデッキから、なんかこう、墓地にモンスターいっぱいバーっと送れるのよ。あいろんなコンボ的なことができるわけです、ね。そうそうそう。コンボを発生させて、はい、で、はいはい、どんどん相手のモンスターとか、伏せ、はい、相手の伏せカードとかを破壊して。はいはい、あじゃあ植物がこう、わーって。わーって急、急で、特徴気づいたら合計なくなってるみたいな。 そうそう。で、もう気づいたらワンターン切るみたいな。パンチラインやないやもう。ワンターン切る。ワンキルですよ、ワンキル。ガチ勢じゃん。ただの。ワンキルです。まあでもあんなのはもうただの運デッキですからね。はい。あとその、なんか対策はありますかっていう。対策対策ね簡単。え、意外と。さすが。さすが神、キング。はい。どうやればいいですか まあその、まあ相手はもうほぼほぼモンスターは効果モンスターしかいないから、組んでるデッキが。だから、あのー、例えば伏せカードとかで、で、うん、自分のトラップで、うん、あの、相手のモンスターが効果を発動した時に、その効果を無効にして破壊するっていうトラップカードもあったりするんですよ。はい、はいはい。神の摂理っていう。<laughs> 確か神の設備だったかな。<laughs> カード名それは、まあ。カード名、カード名。神の設備とか、<laughs> あとは、うん、あと、聖杯かな魔法カード。<laughs> 相手の、モンスターの効果を、無効にできるっていう、あれとかもあるし、はいはい、あと、最近出たカードで言うと、うん、枯渇の落とし穴かな。<laughs> あ、普通の落とし穴なら俺知ってますけど。<う>奈落の落、ね。奈落のとかね。こ、ね、あったけど。枯渇の落とし穴っていう。これは俺は多分その現役の時には<う>。なかったなかった。多分。新しい。新しいやつなんだけど。なるほど。じゃあそういう効果を無効にする系のカードを使う向こうにしたりとか、もう相手のモンスターを速攻で破壊するとかっていうので、うもうとにかく、もう、あのデッキに関しては、まあモンスターをどんどん排除していけば、楽勝で勝てるから、ねうん。なるほど、なるほど。 その最初の火種みたいなやつを潰していけば潰していけばなんかキノコみたいなやつがいんのよすごいコンボのキーカードになる知り <laughs> ませんよそんな <laughs> ちょっと本当に <いや S 1> 本当に, <laughs> 本当にいやなんかね<や>最近まいや俺が自ら話したわけじゃないからね <laughs> 質問して返してるだけだからいや,い,やいやまあそうですけど発端はあなたですから <laughs> 須田正樹です。今日のゲストはこの方。どうも、松坂通りでーす。お願いします。お願いします。ところです田。はい。来てるよ。反応っていうか、リスナーから。ちょっと読んでいい <laughs> もう、な何すか ?3 度目まで行くとそんなことまでできるようになんて。<laughs> <laughs> なんで俺のとこにメールがコんと。<laughs> いや、回ってきたからさ。通りくんとこでちょに行くようになって。回ってきたから俺の方にさ、じゃあ読みますね。いですかはい。ラジオネーム、ビーム。松坂さん。須田さんに。 おもんないって言われても気にしないでください。こいつの去年の冬の放送で突然、なんか僕、今、涙目なんですけど、なんか感動したことかじゃなくて、まつげが目に入っただけでしたっていう、最近の JK よりやばいトークをました。見下して大丈夫です。やめろやめろどういうことこれやめろそういう時もあるでしょどういうことどういうこといや、そういうことですよ。何これまんまですよ。 わけわからんと怒ったことをそのまんま言ったんです。そりゃそういう時もあるでしょうよ。はじめたては。ういういしい時ですそうですよ。いや、それは未だにそういうこと多々あります。ありますね。あるんですね。恥ずかしいな、しい。恥ずかしい。しい。テーマいきますはい。今日のメールテーマは、ちょっとアレな先輩。ああ、ね。完全にこれ俺のことあら。 お気づきに、お気づきにじゃねえわ。思、思い当たる節が。いますかちょっとアレナ先輩。過去。ア先輩。学生時代とかこんな先輩いたとか。あー。ちょっと、なんどいなーっていう。めんどいなーっていう。あなんかね。なんか、え、このタイミングで、なんかそういうこと言っちゃうみたいな。いはははい。なんかこう空気の読めない発言というかね。はい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 。あとなんかこう、急に感動するとか。あはははは。 マジでああ、それ、ちょっとあれ、<laughs> あれですね。なんか。え、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 なんで今目頭押さえてるんですかみたいな。<laughs> <laughs> ちょっとあれですね。<ー>確かに。なんかわかんない、ね。なんでしょうね。その、こちら側のエゴなのかもしれないですけどね。そうそうそう。まあなんか捉え方の問題よね、うん。感性やからね。そうそうそうそ。確かに。じゃあちょっと。 いろいろメール来てるんで。あなんですかできます。ちょっとあれな先輩で、えラジオネーム腕立て30回。僕は、高校の時、水泳部に所属していたのですが、その中にやたらと逆立ちを自慢してくる先輩がいました。屋外プールの脇で、海パン一丁になって逆立ちをするのですが、毎回バランスを崩して転倒。い行った っていう声を上げて、<う>肘から血を流していました <laughs>。<laughs> <laughs> あいつは一体何だったのでしょうか <laughs> 何だったんだろうね,うね。そうね。できるならまだしもね。まだしもね。はい、なんか、こう、見せつけたかったのかな強さを。<laughs> そうね。そうね。<お>いや、俺、これは似たような感じで、うん、すごいオーバーヘッドキックを<う>練習してる人がいて。 先輩、危険すぎるわ。結果、骨折して、危な。ギブスで投稿して、そこからやってなかった人いました。いや、これは、あれですね。あれですね。ちょっとあれですね。好きですけどね、個人的には。うん、わかるわかるわかる。清いっていうか。明確な理由はわかんないけどね。そうね。え、いいですね。続いてラジオネーム、キャロット。はい。私の先輩に、うん。 そんなに歌が上手くないのに、うん、毎週金曜日にカラオケ配信をしてる人がいます。<laughs> やめてあげるな、<laughs> もう。そんなに見られてないのに、うん、一応公に顔出しをしているからか、うん、有名人の意識があって。なるほど。<laughs> 今日も昼に友達とご飯食べたんだけど、うん、あ、友達っていうのは一般の人で、うん、っていう信じられないことを言ってました。<laughs> そんなある日の配信では、コメントで一言、哀れって書かれてて、うん、<laughs> とてもかわいそうでした。<laughs> あれですねー。あれだな。これ結構、ど真ん中のあれかもしれない。<laughs> <laughs> そうですね。まあんま多くはね、言う人、ん、ないかもしれないです、ね。ない。もうこれはね、まあなんか我々が言うことでもないですよね。ね。ちょっとね。あれですねー。あれですね。ね本当に。<laughs> いや、でも、楽しそうなんでね。 そうそう、本人が、ね。そうですよ。やっぱり、ちょっとこう、ね、楽しい気分になれればね。そうですよ。まだその、ね、いろんな、あれですね、これは。<laughs> ということで、<laughs> 引き続きあなたからのメールをお待ちしています。<laughs> メールアドレスは、すだッとマークオーナザーニッポンドットコム。すだッとマークオーナザーニッポンドットコムです。すごいね。いや、そうですね。あわれって。ま <laughs> っすぐな。まっすぐだね。そうですね。 須だまさきのオールナイトニッポンす田まさきですまさご通りですお願いしますはい。はい。また来てますよ。何ですかはい。いいですか読んじゃって。もうなんか当たり前になってるからもういいですけど、はい。いいですか何ですかラジオネーム、沼袋。はい。おい、すだ僕たちアマチュアデュエリストは、キングからガチでデュエルのことを教えてほしいんですよ なのに、にわかのあんたが、さっきからやいやいちゃちゃ入れるから、全然集中して聞けないんだよ <laughs> 松坂通ルのオールナイト日本、希望 <laughs> お,いお,いお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 い違うぞ違うぞもういいよ、じゃあもう行きましょうもうコーナー行きましょう、そこまで言うなら。行,く行,く行きましょう、みんなもう、待ちかねてるんでしょ。<laughs> そんな求めてる <laughs> いや、そうなんですよ。だから困ってるぞ、こっちは。あ、なるほどな。行きましょうオッケー。 すだぎよ声張ったねー。張ってますよ。モンスターを召喚し、魔法カードやトラップカードを駆使しながら戦う完全オリジナルのカードゲーム、スだギよ。そのカードをリスナーと一緒に考えていくコーナーです。はい、もう手を、手に負えなくなってきました、僕は。 もう大声を出すことぐらいしかできないですいやもうねだからこれちょっと私判断しますよはい考案者ですからそうそうそうそれで今回聞いてあれだったら、はい、ちょっと考えようよ <laughs> ね。そうですよちょっとよろしくお願いしますじゃあもう早速、はい、紹介していきますオーケーラジオネーム天草大王のターントラップカードストゥーシーのロゴ発動 芸能人のサインがいっぱい飾ってあるラーメン屋に紛れさせても気づかれないターンエンドどうですか <laughs> このカード使えますか <laughs> まあなんだあれは、ね、だ,だからわかんないくなるってことだよね <laughs> 紛れるってことでしょサインやからねサインだねツッツッツッでしょ <laughs> 確かにサインっぽい。行事とかもそうですよ。確かに。ああいうのね。サインっぽいわ。わかんないですけど。うん。ステーシーっていう人の創業者なのわかんない。わかんない。俺もわかんないけど。でも確かにサインっぽい。紛れる、紛れる。紛れますね。れるから、まあ、だから要はこれよ。下着用で言うと、相手の攻撃かわせるってことじゃん。おおなるほどそういうことじゃない紛れっから。そういうことか。だから、何んか、このステーシーのカードは、攻撃を受けないみたいな。 クソクソ使えるじゃねえかそういうことじゃねえのこのカードざっくり言うとどうやら使えるじゃねえかほらなるほどね考え方よ考え方は考え方ですよすいませんでしたじゃちょっとどんどんいきますねはいはい神奈川県ラジオネームヤドカリのターントラップカード「英字新聞の放送誌」発動 正直僕は、インクの成分が食べ物に移るらないか心配ですターンエンド <laughs> どうですかこれはね、はい、だ要は不安にさせるってわけでしょ <laughs> 相手を。<laughs> 相手を不安にさせることによって、相手は自分のターンの時に、はい、あのー、トラップとか魔法カードを伏せることができなくなる。<laughs> 強っ そのターン。そのターンだけね。え、でも強いじゃないですか。どうよ、これ。結構使えそうじゃないいや、強いし、なんか、うん、かっこいい。かっこいいでしょ <laughs> で、カード名忘れてたけど。<laughs> 英字新聞の放送誌。そうそう,そうタイトルはいいですもんね、これ。そう,そうそう。それを発動すると、相手は次の自分のターンは、伏せカードを伏せれないっていう。<laughs> <laughs> 不安になって。<laughs> だいぶ、なんか気にしいですけどね、相手もね。そうそうそう相手が気にしいになっちゃう。<laughs> 相手が気にしいになっちゃうっていう <laughs>。 精神的にこう追,、ね、そう,そう追い詰めていくカードですよこれきっとすごいな考え込まれてますねこれおおそうなんですか<あ> <laughs> はいああ続いて、えー、福島県ラジオネーム、うん、菓子パンはメロンパン一択のターン「トラップカードこれと同じのください」「発動」「居酒屋のバイト中に発動されるが」 空のグラスを指示されても何が入っているのかわからないからやめてほしい <laughs> ターンエンド <laughs> <laughs> あるよねー。<laughs> 確かにでもこれ、うん、バイト、バイトの人はどうやって。あるある記憶あの、だから記憶か、もしくは、あ、わかりましたってとりあえず言っといてお店の人に確認するんじゃないあ、伝票とか伝票とか見て。 でも、その手間がすげえめんどくさいっていう。まあ、そうだし、いっぱいしといたらね。そうよ。宴会とかやられた日にはもう、ざけんなねえみたいなことなんじゃないですか。まあ、その、中身舐めるぐらいしか判断しうがないしよう、ね、<laughs> ないけど。まあ、ね、まあ確かにそうか。よくね、同じのください、みたいな。そうそう,そう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 。あるけど。まあ、だから、これ、あれなんじゃない連続攻撃が可能みたいな。<laughs> タイラントド,ドラゴンみたいなそうそうだ、だ要は、<laughs> ま、あなんていうのその出すこと、このカードを出すことによって、同じのくださいを出す、発動すると、自分のフィールドのモンスターは、バトルフェイズを2回送っておかわりできる。めちゃちゃ強いやん。おかわりできちゃう。めちゃめちゃ強いですよ。おかわりできちゃうっていうね。なるほどね。<え>すごいな。うん。ていうことで、じゃあ、ちょっと、俺も読んでいいっすかあの勢いで。<laughs> やりたなってますよ、ね。<う>いや、いいですよ。やってくださいよ。じゃあ、いきますね。はい。 ラジオネーム、とてもいい匂いのターン。トム・クルーズ召喚。<laughs> 日本の蒸し暑さについてインタビューで聞かれたとき、<laughs> I like heat って答えたことがある。<laughs> ターンエンド。<laughs> これじゃあちょっと素田説明しいや、これは無理でしょ。これただのトム・クルーズじゃないですか。<laughs> そうなんですね。<laughs> だって日本語訳してくださいよ。そうだね。だから日本のむちゃついてやつやインタビューで聞かれたときに、<laughs> アイライクヒーター <laughs> ってっ、ね。熱いの好きだよ。好きだよ。ただのええやつじゃないですか。<laughs> えー、ただのええやつは、須田ぎよにいらないでしょ、だって。 これはどうなんですか僕はちょっと素人目線かもしんないですけど。ああ<ー>。ちょっとこれは。うん、そうね。だからこのトム・クルーズが召喚された時、うん、これがフィールド上に存在している限り、うん、あの、多分相手は、<coughs> 魔法を、あ、うん、あ、いや、相手はモンスターを破壊する効果を使えないんじゃないどういうことつまり、<laughs> あの、俺<う>別に熱くても平気だし。あ、<て>そういうことか。向こうが、 仕掛けてきた罠とか、魔法が、こっち食らわへんで。食らない。俺好きだし。俺それ好きだし。強え。強いなっていうことじゃない強いないやいや、なかなか強いカードじゃないですか、これ。なるほどね。いいと思いますよ。ま、てことでね。うん。その、以上なんですけれども。はい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 。松坂さん。うん。どうですかうん。この砂着を。ああ。 結果ね。拝見してみて。してみて、結果一番分かったのは、はい。あ,あ、何ですかあのー、須田の捉え方の問題だよね。<laughs> <laughs> いや、それはそうですよ。俺がやりたくて始めたコーナーじゃないから。<laughs> もう今見たら俺全部結構、あいいカードだなっていう,うーのが多かったけど、はいはい、まあこれをね、まあこの休憩所でやるには。<laughs> 休憩所言うな。<laughs> やるにはね、ちょっとなんかか、多分ちょっと限界が近いんじゃねえかな、みたいな。<laughs> はいはい、で、俺だったら多分もしかしたらね、対応できるかもしれない。はいはい。どんなあれがこう来ても。はいはい。ただ、その場合は、まあやっぱりこう、現役じゃないから、リンクスのね。<laughs> いや、俺、<laughs> リンクスの現役だってことは一度もないんですよ。<laughs> 有料カードやってたけど。<laughs> リンクスは一回も通ってないんですけどね。<laughs> <laughs> だから、まあそれをやり続けると、まあちょっとさすがに私的にもちょっと不本意な部分もありますので。<laughs> こんな感じじゃないぞと。いう感じになってしまわない、ね、危ないので、ま、これは、ちょっとどうだろう。最終的に、あれでしょ、なんか冒頭で言ってたけどさ、公開収録やんだっけあそうです。この日曜にあります。それで、一回ちょっとやってみようよ。あ、すざぎよう。すぎよう。 は <laughs> い、ほうほう。ほうほう。で、うん。まあちょっと公開っていうことで。そうか。実際にお客さん目の前にして。してちょっとその反応を見て。はいはい。で、ちょっと、もう収集つかねえなってなったら、そこでもう収支符を打ったらいいんじゃないですか。<laughs> <laughs> なるほど。どうします皆さん聞いてるリスナーの人も、公開、<laughs> 公開録音で。そう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 。まあね、その、男性だけでもないわけなんですよ、きっとね。 だと思いますよ。はいはい。そこは確か判断材料としては、ね。だってこれ食いついてんの男性でしょこれ。はい。<laughs> 確実にそうですね。<laughs> 俺いろんなとこで、なぎ用のことは聞かれますけど <laughs>、全部男の人ですから。絶対そうだと思うもん。だって俺、この間さ、あの、よく行く服屋さん行ったのよ。はい。そしたらさ、まあ、服並んで、まあ、こう見てたら、うん、いきなりその、いつもいる店員さんが、さっと話しかけてきて、ほう リンクス、まだやってんすか <laughs> 浸透してんな。あれみたいな。なるほど、ね。しかも、リンクス、えいや、やってるんすかみたいな。ああ、実は僕、やってるんすよ。すげえおしゃれな格好してんのに。<laughs> <laughs> いや、それはいいでしょ、それはすげえおしゃれな格好してんのに。<laughs> <laughs> しかも、その人、日本300以内に入ってる。マジめっちゃ強いのよ。もうなんなん、その出会い。<laughs> ということで、じゃあ、やりますか。やりましょう。あ,ね、あの、ぜひ引き続き、須田雄に登場するカードワン お待ちしておりますんで、はい、須田義雄とメールに書いて送ってください。お待ちしております。はいはい、須田正樹です。この時間は、須田正樹の大人と日本をお送りしています。そして今日のゲストは、松坂桃李さんです。よろしくお願いします。お願いします。さあさあ、この時間でね、さあさあ通り君とはお別れとなってしまうんですけれども。えー、おなるほど、なるほど。あ、はい、でもま、なんか早速リアクション来てますよ。メール来てるやん、ほら。読んじゃっていいですか <laughs> えー、ラジオネーム、クラウンマジェスティン。はい。おい、須田見たか これがキングの実力だ。キングにかかれば、リスナーが作った意味不明なカードたちに能力を与え、命を吹き込むこともできるんだよ。お前も、ここまで上がってこいよ。<laughs>